ペテンは中国の男子陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルのアジア記録保持者、60メートルの室内アジア記録保持者。アジア出身選手として初めて10秒の壁を突破した選手である。2009年にハノイで開催されたアジア室内競技大会に出場し、60メートルで優勝資金メダルを獲得している。同年に 甲州市で開催されたアジア陸上競技選手権大会ではリレーメンバーに選ばれ400メートルリレーで銀メダルを獲得した。2010年に甲州で開催されたアジア競技大会の400メートルリレーで38秒78の中国記録を樹立して金メダルを獲得した。2011年7月に 神戸市で開催された2011年アジア陸上競技選手権大会の男子100メートルでは10秒21を記録し、襟口忠だらを抑えて優勝を飾った。同年8月に新選手で開催されたユニバーシアードの男子100メートルでは10秒27で3位になった。同年9月8日、合否で行われた大会で、 周囲サムが記録した10秒17を13年ぶりに上回る10秒16の中国記録を樹立した。この記録は2013年4月に超土川う萌えの10秒04によって更新された。2012年5月、追い風参考記録ながら川崎 GGP で10秒04を記録。同年8月にロンドンで開催されたオリンピックでは100メートルで、 準決勝敗退400メートルリレーでは38秒38の中国記録を樹立したが予選敗退に終わった2013年5月21日にはワールドチャレンジ北京で当時の中国記録に0秒02まで迫る10秒06の自己新記録を出した同年7月にプネーで開催された2013年アジア 陸上競技選手権大会の100メートル決勝で10秒17を記録し、全大会に続き連覇を達成した。同年8月にモスクワで開催された2013年世界陸上競技選手権大会では100メートル準決勝でフライングの失格。400メートルリレーでは38秒95の 中国代表シーズンベストを記録したが予選敗退に終わった。同年10月に天津で開催された2013年とアジア競技大会の100メートル決勝では10秒31を記録し同タイムを記録した日本の山形両太に競り勝ち連覇を達成した。2014年3月にソポトで開催された2014年世界室内 陸上競技選手権大会の男子60メートルでは、中国人初の決勝に進出した。決勝では6秒52の中国記録を樹立したが、3位のフェミオグの出とわずか0秒003差の4位でメダルを逃した。同年9月に、ニガで開催されたアジア競技大会では、100メートル決勝で10秒10を記録し、9秒93のアジア記録を樹立した。 フェミオグの出に次いで銀メダルを獲得した。400メートル、リレー決勝では3走を務め、アジア初の37秒台となる37秒99で優勝した。2015年5月30日に事院で行われた、ダイヤモンドリーグプレフォンテーンクラシックの100メートルで9秒99の中国記録を樹立し、10秒の壁を突破した、史上3人目のアジア人となった。 なお、アジア人初の9秒台を記録したサミュエル・フランシス、および、二人目のフェミオグのでは共に、ナイジェリアから国籍を変更した、カタール人のため、ソヒノエテンは10秒の壁を突破した初の、アジア出身選手および、黄色人種選手である。2015年8月に、北京で開催された2015年世界、陸上競技選手権大会では100メートル、準決勝で、 自身2度目の9秒台となる9秒99を記録し、世界選手権の100メートルにおいてアジア勢初のファイナリストとなった。400メートルリレーでは3走を務め、準決勝を37秒92のアジア新記録で突破すると、決勝は38秒01の2で銀メダルを獲得した。2016年3月18日にポートランドで開催された。 世界室内選手権の60メートル準決勝で6秒50のアジア記録を樹立。カタールのタラルマンスールとフェミオグの出が保持していた6秒51を塗り替え、2大会連続でファイナリストになったが、決勝は6秒54で5位に終わった。2017年8月にロンドンで開催された2017年世界陸上競技選手権大会の100メートルで2大会。 連続のファイナリストとなった。決勝ではスタートで出遅れたこともあり、10秒27と3ラウンドの中で一番悪いタイムをマークして8位に終わったが、前回大会では成し遂げられなかったアジア勢初の入賞を果たした。2018年2月3日にカールスルーエで開催された。 IAAF ワールドインドアツアーカールスルーエ大会の60メートル決勝で6秒47のアジア記録を記録優勝した。3日後の2月6日にデュッセルドルフで開催された IAAF インドアツアーデュッセルドルフ大会の60メートル決勝では再びアジア記録を更新する6秒43を記録優勝した。2018年3月3日に バーミンガムで開催された世界室内選手権の男子60メートル決勝で同年2月に樹立したアジア記録を更新する6秒42を記録しクリスチャン・コールマンに次ぐ2位に入った2018年6月22日にマドリードで行われた IAF a ワールドチャレンジミーティングスの男子100メートル決勝でアジア対記録となる9秒91を記録し 勝利した。同月30日に行われた IAAF ダイヤモンドリーグのパリ大会で再び9秒91を記録し3位に入った。2018年8月26日に行われた2018年アジア競技大会の男子100メートル決勝で前回大会でフェミオグの出が記録した9秒93を更新する9秒92の大会記録で 金メダルを獲得した。9月9日にオストラバで行われた IAF コンチネンタルカップの男子100メートルにアジア太平洋代表として出場。アメリカ代表のノア・ライルズの10秒01に次ぐ10秒03で2位に入った。2021年8月1日東京オリンピック男子100メートルに出場。 アジア新記録となる9秒83で、アジア人としては1932年、ロサンゼルスオリンピックの吉岡隆則以来89年ぶりに、準決勝を突破した。決勝では9秒98で6位の成績であった。準決勝のレースでは、30メートル通過タイム3秒73、50メートル通過タイム5秒45、60メートル通過タイム6秒29を、 マーク、ウサイン・ボルトの世界記録のレースにおける10メートルラップタイムを60メートル地点まで上回った。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、対イは向かい風を意味する。微考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。